三重県総合博物館で幕末維新を生きた旅の巨人松浦武四郎という企画展が9月15日から11月11日まで開催されました。幕末維新を生きた旅の巨人松浦武四郎は松浦武四郎生誕200年記念の企画展として開催されました。見る、集める、伝えるをテーマに北海道での武四郎の活動や生活ぶりがわかる資料、武四郎が収集した品々が展示されました。最終日の11月11日には幕末維新を三重から語る武四郎帝壇という記念公演が行われました。北海道博物館学芸員の三浦康之さん、三重県総合博物館の太田光俊さん、松浦武四郎記念館学芸員の山本明が武四郎についてさまざまな視点で講演しました。年表を参考に武四郎の生涯の紹介、武四郎と北海道との関わりや経済事情、旅の装備品から武四郎が見た幕末維新などが話されました。記念講演には90人近い人が参加し、武四郎のエピソードや史実を聞きながら熱心にメモを取る人も大勢いました。函館奉行所に提出をした調査記録の内容をさらに一般向けに出版。